なんかすごい可愛い空間なんやけど、ここ。え、でも何？洗濯機の上にミキサーが乗ってるんだけど、どういう状態？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。何だったのだろうか。ほい、そして、ちょっとあっち側の家にも行きたい。ここは、この辺から飛んでいけるか？ん？なんか、あっちにも家が。どうも。ホラー村コレクター。次は人食い村が欲しいな。ホラー村コレクター？村をコレクションするの？どういうこと？お邪魔します。ウェルカム。これは？え？めっちゃなんか、監視カメラの映像みたいなのがある。え、なに？怖っ。何？どういうこと？この監視カメラの映像は、そのいろんなホラー村をこれで監視してるってこと？あ、見て。これ、愛花ちゃんのジグソーパズルや。そしてパネルも愛花ちゃんやろ？この子は一体何なんやろ？なんかこんな感じの動物おった？猫よね。ちょっとアイドルっぽい感じ。なんか顔的にはさ、ミスズちゃんみたいな感じやけど、あの子クマやもんね。はい、ちょっと、右の部屋へ。これは？ヘルプって書いとんやないん。ほら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 。めっちゃなんか助け求めよる。どこかの島からのファックス？ヘルプ。ほい、それじゃあ、2階へ。ん？ 2 階行けてない。2階へ。2階を、なにこれ、アイカビレッジランク D。ふんふんふん。なんて書いとんこれ。イレイスビレッジランク A。ファストビレッジランク D。ファストビレッジ？忘れられた村とかそういうこと？過去の村。過去の村なんかな？ノイジービレッジランク A。これは、あれか？要は、あ、そういうことか。これそれぞれのホラー村ってことや。これそれぞれのホラー村の監視とかをして、その村に、ここの住人がランクをつけていけるってことや。このホラー村コレクターが。アイカ村は D だったの、ランク。で、これアイカちゃんやろ？これはその、なんて読むんやろ。イレイス村なんかな。なんか、それぞれの村の、そのストーリーに合った絵とか、そういうのがここにあるってことなんやね。ってことは、その村とかも、行ったら、これが何なのかがわかるってことや。これさっきの、謎の生物やろ。で、このノイジービレッジの住民さんってことや、この子。なるほどね。ふんふんふん。実際にあるホラー村なんかな。これってことよね。はい、そして、地下へ。ん？地下は？これは何？マンボウ？なんなんやろ、これ。海藻も、ん？で、餌、トイレ。何の生物これ？何かしらに餌を与えて、飼育しよるっぽいけど。ほい、お邪魔しました。そして次は、ちょいと、ちょいと、ちょいと、泣いてくれたら、
嬉しいのですが、ありがとう。ありがとう。で、次はあっち側。ほいほい。これ、愛花ちゃんよね。村のデータを削除しますか？え、しません。どうした？お邪魔します。あ、これは、また愛花ちゃんの家。これが2段階目ってことかな？なにこれ？なんかこれさ、電子版みたいなの出てない？ほら、なんかここの辺にも、錆びた部品というか壊れた部品というか、なんかバグが出てきよるよね。この村は、データでできているということ？村というか島、島相方。何かしらバグが出てきよるってことよね、きっと。愛花ちゃんがいっぱいおって、ケーキもいっぱいある。そしてところどころに、電子版が出てきている。そういうことか？ん？奥の部屋にはなんか、和風ホラー村、ホラー村というか、和風ホラーではおなじみっぽい、井戸と、そして愛花ちゃん。井戸に落ちたの？これ何の絵？なんかバッタの絵みたいなの描いてない？え？違うかな？ほい、そして、なんか手帳もいっぱいあるな。ね。ほい、2階へ。ん？二階もまたなんか、もうびっくりした。浮いとるみたいな感じになるんやね。床に何かしらいろいろいたら。ほら、ここにも電子版が見え隠れして、大量の愛花ちゃん、そして大量の謎の生物。なんかあれやね、エコー写真の赤ちゃんみたいな感じに見えるんかな。謎の生物っていうか。はい、そして地下へ。お、びっくりした、動きよる。なんだこいつら。なに、カニの支配する家なんすか、ここは。あ、本に愛花ちゃん。愛花ちゃんについて調べてたの？でも虫についても調べているっぽい。こいつらの住処ってことよね。はい、お邪魔しましたー。あ、あっこにも。あっこにはノイジービレッジランク A。いろんなところにあの人評価書いとんやねん。何事？ほ。どこから戻ればよいのだろうか。いいよ。あ、戻ってこれた。アイカビレッジランク D。この猫みたいなやつはなんか右目が潰れているのか？と、これどこから下に降りればいいんやろ。あ、何あれ、なんか地図のさ、右上の方 SOS 書いとる。あれ、地図で見んとわからんのかな、もしかして。こっちから行けるんかと思った、行けんわ。どこだ、どこだ。どこから降りればいいんだ。普通にここから降りて、うわ、びっくりした。虫が旅立つのにもびっくりする。ほんと、こっちには行けない。まあ、一回海渡ってきたけんね。また海を渡ってどこか行くんかな？よし。じゃ、ちょっとお着替えしますか。マリンスーツ。こっち側から行けるところは、もう全部行ったね。ってことは、あと右側か。ここ泳げんところやった。よし。ということで、ちょっとこっちの方に、また戻ります。これ右側行けるところあったっけ？行けんけんこっちに来たんじゃなかったっけ？あれ違った？あっち側、あ、なんか、もしかして跳ねていける感じかな。
アイカちゃん。お母さん大好き。相変わらずのアイカちゃん。お母さん大好き。何あれ、なんかいっぱい頭が。普通に橋で渡っていけるっぽいね。じゃあちょっと着替えとくか。どれかと思った、これね。うんうん。浜辺は、あ、ここにも赤い靴。この子は一体何なんだ？マイル旅行券。この、なんかめっちゃ、崇拝されてるっぽかったやん。あのアイドルに会いに行くためのチケットみたいな感じかな。周りの。こっちには別に何もない。この大量の首は一体、何かを表現しとんかな、これ。え、何？原人の骨みたいなのが、なんか骨めっちゃいっぱいあるんやけど。何？何の骨なの、一体。なんか水辺というか水の上に、めっちゃいっぱい傘が。そして、お邪魔します。青い花に囲まれた。ん？暗い。そして何か、実験をしている感じか、ここは。何あれ？なんかめっちゃハッピーな感じの。何あれ？誰のサイン？めっちゃハッピーな感じのなんか、ファックスが届いたんやけど。ほい、左の部屋へ。あ、さっきのファックスもなんかカエルの絵が描いてあった。で、ここにもなんかカエルの写真が4つ。ん？カエルを何かしら実験台にしとるってこと？ほら、なんか、住民じゃない普通の生き物のカエルがここに。なんだなんだ？カエルの実験場？はい、そして、右側の部屋へ。ん？カエルだけじゃない。見て。タコ、鳥。そしてなんか一つバッタ？イナゴかな。まあ、虫の。なんかいろんな生物を実験台にしてるっぽいね。お、うま。クワガタの絵描いとる。あのムカデも実験材料かな？何の実験が行われんやろ？はい、そして、2階へ。2階にはな、オタマジャクシがいっぱい。やっぱカエルをメインにしとるんかな？実験は？あ、もしかしてこの横のやつってカエルの卵をイメージしとるとかそういう感じ？かな？ほい、そして地下へ。これはメンダコちゃんじゃない？かわいい。え、これ村人のポスターとかもゲットできるわけ？え、すげえ。ん？カエル？これは、成長段階が乗っとるってことかな、これ。でもこれは？人は、骨に。そして、オタマジャクシは、カエルに。そしてカエルは、こういう二足歩行になっていくという、進化の段階を表したのかな。この真ん中のやつ、これ何？テスラコイルとかじゃないよね、別に。なんなんやろ。何の実験だ？はい、お邪魔しましたー。そして奥の、この傘がいっぱいある。ん？びっくりした。カミツキガメ？大量のカミツキガメ。ここは、何？ハエがいっぱいいるんですけど。料理を提供しているんじゃないの？なんかフライパンごと置かれているけども。なんだ？なんなんだ？めっちゃなんかミキサー回りよるけど、外で。そして大量の、じょうろ。え、なんか虫がいっぱいいるんだけど、何？
真ん中にはフラミンゴ。え、ねえ、せっかく洗濯物干してるのにシャワーでめっちゃ濡らしよりやん。何、何してるの？そして大量のアヒルたち。家は、ここは全部住民の家ってことか。ここはカエルたちが住んどるってことかな？水、水の中。やけん、濡れてもあんまり気にしないみたいな。干す意味あるんかな。フロッギービレッジってこと？ランク D。カエルってことかな？フロッ。なんかすごい可愛い空間なんやけど、ここ。え、でも何？洗濯機の上にミキサーが乗ってるんだけど、どういう状態？あ、そしてこれも、ね、さっきのなんか、ホラー村コレクターの、ホラー村コレクターのところにあった、え、この女の子。行方不明になってるとこかな？ノイジービレッジ、ランク A。ノイジービレッジ、あ、ここで見てもわかるわ、SOS。え、こういう感じで書いてるやつさ、こんな細くてもめっちゃ綺麗に乗っとんやね、マップに。すご。へぇ。SOS。これ誰からの SOS なんやろ。お母さん大好き。ん？さっき上にいた愛花ちゃん？同じ愛花ちゃん？なんかさ、いろいろ書いてある、その、なんとかビレッジ、なんとかビレッジっていうのは実際にある村？なんかな。おう。なんか向こう側にさ、あの一番右にこの女の子歩いてなかった？ねえ、さっきなんか歩きよったよね。ちょい待って、めっちゃ気になるんだが。どこから行けるんだい？あ、ほら、カエル。このエリアなんか不気味やけど可愛いんやけど。ピンクだらけやけんかな。私の大好きな世界って感じ。ほう。すごい、めっちゃピンク。ちょっと興奮してしまった。めっちゃピンクやん。素晴らしきピンクの世界やね。あ、ほら、この子。もう歌わないで。なぜ壁の中に入れてくれないの？ん？どうしたの？壁の中？もう歌わないで。どういうこと？壁の中とは。なんかクマちゃんたちの身体測定があるよ。で、この部屋。ちょっとお家の中入れてね。お邪魔します。これあの女の子やんね。うんうん。もう歌わないで。どういうことなんやろ。でもすごいなんか音楽が好きっていう感じやけど。なんだ？え、てかすごいな、これ何？こういう感じで飾れるん。え？何？この家具。この中に飾ってあるやつは、え？中に飾れるような家具もあるん。もともとセットされとる？違うよね。なんなんやろ。どうして壁の中に入れてくれないのってどういうことなんやろ。壁の中って、この子からした壁の中っていうのは、あの SOS が書かれてあったところってことかな。でもしかしてここがノイジー村？なんかめっちゃいっぱい、プレイヤー置いとるけど。そしてミキサーで音がめっちゃ鳴りよるけど。で、もう歌わないで。どうして壁の中に入れてくれないの？壁の中。壁の中がこの SOS って書かれた、あの壁の中ということよね。なんなんやろう。きっと何かしら、深いストーリーがあるんだろうなと思いつつ、ちょっと私には全くわからないんだが、でもすごいなんか不思議な感じの世界観よね。相変わらずの。が、飛び盛りの頃の、愛花村も、まあ私の、どうも。次はムカデの住民を作る。ムカデの住民？あ、あの実験、
実験しよったやつって、動物を住人にして生きよるっていうことか。あ、なるほど、それでムカデ置いとったね。ムカデ置いとって、なるほど、順番待ちってことか。次に使うのがあのムカデ。バッタ系住民ってどんなんだ？ね。あ、なるほどね。それぞれ下に置かれとったやつが、あの上のポスターみたいな住人に変わっていくということなんか。なるほど、なるほど。そういうことね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。って思ったんやけど、あのホラー村コレクターとかいうのがなんかこの島の中心、まあ、奥、中心奥に家構えとったけど、データをなんか上書きしていきよる感じ？このアイカ島のデータを。で、なんかいろんなホラー村のデータをこう、ね、この村、この村、ノイジービレッジとか、ま、いろいろと書き足していきよって、そこにそのうち、あやかな人食い島も追加する予定っていうことなんかな。